はい、こんにちは、タムです。今回は、モンドリのコラボ予想をしていこうと思います。7月14日まで、あと2週間切りましたよ。マジで楽しみですね。ただ、今までのフラパークのこういうイベントは、比較的今回遅めですよね。いつもだったら7月の7日とか、あとは7月の9日とかで開催していたんですけども、今年は14日。長い。長いね。まあ、楽しみ。今までのフラパークのイベントで発表されたコラボを軽く振り返っていきますと、ハガレン、SAO、ヒロアカ、SAO 2弾、大の大冒険、ジョジョ6部、鬼滅の刃第2弾。まあこんな感じに大型コラボが7連続で来ているので、まあ今年も期待できますよね。で、このコラボの中で強かったガチャゲンのコラボキャラクターは、ヒロアカコラボの場合だとレク、SAO 2弾はキリト、大の大冒険は大、鬼滅の刃第3弾は煉獄さん、甘露寺、炭治郎&禰豆子が強かったですよね。まあ比較的にはこの時期のコラボは強い印象がありますが、モンドリのコラボだからといって強い性能のコラボキャラが確実に出てくるとはならないんで注意してくださいね。ね。で、新規が来るのか既存が来るのかの話なんですけども、まあどっち来てもおかしくないですよね。去年のモンドリのコラボが既存コラボの鬼滅の刃でしてちょっと荒れてたから、今年は新規にしてくる可能性もありますし、3月のコラボの延々から4連続で新規コラボがしてるので、流れ的にそろそろ既存コラボしてくる可能性もありますし、正直どっちも可能性あるのでちょっと予想が難しいですよね。でも新イベントの終了時間が14日の23時59分に終了しますんで、モンドリ2日目のモンストニュースが終わって数時間後にコラボが始まるという形で、既存ではなく新規が来る可能性が高いんですけど、別にまあこれはニュースで詰め込めばいいって思うから、別にモンドリで2連続で既存コラボ来てもそんなに驚かないかもね。はい、まあそういう話はここまでにして予想の方をしていこうかなって思います。とりあえず個人的に最近のモンストでこじつけ匂わせだと思ってるものだけを紹介していこうかなって思います。10月の超重心祭の新キャラは新重心化キャラクターに代わって現在この3体なんですけども、この3体がある作品を連想させるんですけども、わかりますか？窓マギを連想させてるんだと思うんですよね。まず1体目マギアは魔法少女のキャラクターで、2体目は政宗の声優さんが結城葵さん、まあ要まどかの声優さんで、3体目のナイトメアの声優さんが斎藤千和さん、まあ明美穂村と同じ声優さんです。これ運営の遊び心でやってるのか伏線のつもりでやってるのかわからないけど、鳥獣の新重心化のキャラクターが連続で窓マギを連想させるかのようなキャラ設定と声優さんを選んでて、連続でなんかこうなってるとこれ伏線なんじゃないかなーって個人的に前々から思っちゃってて、近いうちに窓マギコラボあるんじゃないのかなーって思ってるんですよね。ただ僕はね、まあモンドリのコラボ予想には入れないですね。確かにまだ出し切っていないキャラクターと敵キャラがいるとはいえ、そのキャラのために普通のコラボで出すのは無理に近いので、あるとしたら夏アルファかクリスマスアルファに窓マギの可能性が高いかなと思っています。まあなので窓マギの匂わせらしきものはあるけど、モンドリのコラボにはないかなと思っています。はい、ということで、まあ普通の予想をしていこうかなと思います。まあ今回ね、僕がね、あの一番来るだろうなと思ってる予想はこちら。第一予想はマッシュルです。はい、まあ選んだ理由は、今年日本でオープニング曲で社会現象を起こしたアニメで知名度が高く年齢層も幅広いため入れさせていただきました。なんとなくモンドリ、まあフラパワークのコラボって知名度がめっちゃ高い作品とコラボしてる印象があるから、まあ、マッシュルとコラボするんじゃないのかなって思いました。現在他のソシャゲとコラボしていませんし、可能性は十分にあります。まあ正直この作品は、まあ、5月にねコラボ来るんじゃないのかなって予想していたんですけど、来なかったですし、まあ、今年ね絶対にマッシュルとコラボあるかなと思ってるんで、知名度の高さだったり、このコラボをきっかけに復帰してみようとか初心者を勧誘するにはいい作品だなって思いました。まあ、テレビとか見てると結構ね学生の皆さんとかあのマッシュルのオープニング曲とか知ってるらしくて、だいぶ流行になってるんですって。だから、まあ、そのことを考えて、まあ、マッシュルはねだいぶ知名度が高いですし、まあ、あの可能性としては十分に高いと思います。キャラ予想は、星6はマッシュ、ランス、レイン、星4はフィンとドット、デモンはハイフアクで予想したいなと思います。
まあ、マッシュのイメージカラーは赤か黒なんで、火属性か闇属性のどっちかかなと思います。最近ねコラボキャラクターの闇属性のインフレがすごいから、まあ火属性にしてくるんだろうなと思っています。はい、まあ性能はね、原作通りのぶっ壊れ性能になるでしょうね。でランスは水属性、まあ、アザが2つあるんでハイスペックな性能になるかもしれませんね。レインは光属性、空中庭園7の適正キャラになるかもしれませんね。はい、超究極はアベルとマーガレット、もしくはまあイノセントゼロが出るかなと思います。もしかしたらイノセントゼロは無惨みたいな扱いされて、勝ったらなんか勲章だとかグッジョブだけという可能性もありますよね。まあマッシュルはキャラクターがね豊富なんで、降臨キャラとかはちゃんと出せると思います。あとこじつけ予想として、今やってるイベントってキノコ占いやってるんですよね。その匂わせとしてキノコマッシュルって結びつくんで、まあマッシュルで予想したいなと思います。第2予想はヒロアカで予想したいなと思います。もしもヒロアカコラボが来たら、初の新重心化するコラボ作品になると思います。その場合は新重心曲の消費数がどれくらいかかるのか気になりますよね。今ちょうどアニメが放送されていますし、話題的にもいいかなと思ったんで入れさせていただきました。第2弾が来てからもう4年前になりますし、結構期間があったんで可能性は十分にあります。年齢層も幅広いですし、まあ、知名度も高いんでモンドリで発表するにはぴったりですよね。今まで第1弾第2弾って生徒組だったんで、星6ガチャゲンは初の大人組が来るんじゃないのかなと思っています。なので今回の星6予想はこちら、ミルコ、エンデバー、ホークス、まあ、星4はミッドナイトとホットガム、まあちょっと順当にこんな感じかなと思います。まあ後のキャラクターどうすんのっていう話なんですけども、まあもったいないけど、強いね生徒組のキャラクターは配布枠とかコインでゲットできる系になってしまうと思うんですよね。まあ前例としてあげるとミリオとのねじれだね。はい、この時ね僕ね、あのヒロアカっていう作品見たことなかったから、何がおかしいのかねその時ね分かんなかったんですよ。でも今はねヒロアカちょっと見てるんで分かります。ミリオに関しては星6じゃないのはやばいあの無課金枠に行ったのはさすがにやばいなと思ってる、うん、なのでそういう前例があるから、モノマネイトとか強化みたいなキャラクターはミリオとねじれみたいにコインキャラとか配布枠になるんじゃないのかなって思ってるんですよね。はい、でまあ超究極は順当にダビとしがらきだと思いますね。まあもしもダビのクエストにエンデバーとトドロキを連れてったら、特殊演出があるでしょうから、まあ演出とか楽しみですよね。あとこじつけ予想として、モンドリ前のモンストニュースで発表された重心化会がプロメテウスだったんですよね。そのイラストがちょっとねエンデバーに似てるからまあ広がりに合わせっていう可能性もありますよね。第3予想はコードギアスで予想したいなと思います。はい、この作品は結構ねモンストにもコラボ来るだろうと結構言われていて、まあいろんな人の動画とか見るとフラッパのイベントで絶対発表されるだろうっていう意見が結構見るから、まあ一応入れさせていただきました。今のところ他のソシャゲとコラボしていませんし、可能性は十分にあります。自分はねちょっとコードギアス見たことないんでね、ちょっとわからないんですけども、まあいろんな方をね考察動画を見た感じですと、なんかルルーシュとかスザクが出るんじゃないかなって思っていますね。はい、まあコードギアスはね結構人気と聞きますし、コードギアスが来たら、まあ、結構ね会場が湧くんじゃないのかなって思います。はい、ということで今回はまあモンドリのコラボ予想をしていきました。まあ第1予想はマッシュル、第2予想はヒロアカ、第3予想はコードギアスで今回予想したいなと思います。はい、まあぜひね皆さんの予想等もありましたら教えてくださると嬉しいです。ということでバイバイ。